そのタイプだ。青い水平線を今駆け抜けてく、研ぎ澄まされた時の流れ僕らはやっぱりその80年代90年代の邦楽、はい、ジャパンポップスとか、まあ、すごく影響を受けてるわけだけども、はい、リミちゃんはねそれだけじゃなくてやっぱり生まれ故郷の沖縄にもやっぱりかなり影響を受けてるでしょ。そうですね、うん、歌手としての私を作ってくれた、うん、すごく大事なものですね。今夜はね、その沖縄のことを歌った名曲、はい、ぜひ一曲歌いたい、サトウキビ畑をね、はい、ぜひ、そうですね、そんなサトウキビ畑のためにですね、